なたの心の中の銭湯、ヤギの湯によるラジオ番組、ワンオワンオ、ヤギの湯レディオでーす。ヤギの湯レディオとは、ヤギの湯がお送りする銭湯バラエティ、エタニティ、ドキュメンタリー番組です。はい、ちゃんと言えた。はい、気持ちいい。はい。前回がなんかね、前段階で終わっちゃったんで、はい、やっと紹介できますね。そうですね。念願の銭湯紹介。そうしましょう。はい、そうしましょう。行きましょう、行きましょう。はい、ということで今日は、銭湯紹介、好きな銭湯紹介。まあ、おすすめの銭湯を紹介するコーナーですね、今日は。はい、はい、となります。1回目の、1回目というか、1つ目の銭湯紹介は、おしずが前回紹介というか おすすめじゃない大好きな銭湯にあげさせていただいた、いいですか、はい、小杉湯さんで行きましょう。 ありがとうございます。おすすめ銭湯ね、小杉湯です。小杉湯、はい、大好き、うん、私の心の中の小杉湯。いいよね、小杉湯さんね。あるけどあるよ、本当にある。もう数ある銭湯の中で、うん、もう、まあ、おすすめ銭湯って、まあ、今後ね、うん、定期的にまあ紹介していく予定なんですけども、うん、もう記念すべき第1回に選ばせていただいたのがやはり小杉湯さんと。熱いね、胸が熱くなるね。そうなんですよ、涙がちょちょ入れるね、うん。小杉湯はどこにある銭湯なんですか？高円寺です、うん、はい、杉並区は高円寺、うん、駅からは、駅からあれ どんくらいですかね、7分ぐらいですか、うん、北のね、うん、北の方、あの順城商店街を抜けてね、突き抜けて、うん、ちょっと歩いて左に入ったところにある銭湯でございます。ヤギの湯。とりあえず聞きたいのは、なぜ1回目にこれを選んでくれたかっていうのは。それ言っちゃいますか？それ先に聞いていいですか？それ言っちゃいますか？はい、聞きたいです。それ言っちゃいましょう、はい、ですね、小杉をまず選んだ理由っていうのは、はい、私が銭湯をね、うん、ハマったきっかけがまず小杉湯なんですよ。お、うん、小杉湯に行ったおかげで私はこんなに銭湯好きになったということなんです。言っても過言ではない。そう、言っても過言ではないし、そういうことなんです。そう。言いかけたけど。うん、あ、そうなの。そのね、エピソードがあるんだ。そう、それもちょっとお伝えしますか。あ、もう聞きたいですね、うん、それぜひ。まあ、銭湯あんまり行ったことなくて、でもなんか小杉湯っていいぞという話はまあちらほら聞いてるわけですよ。おうおう、じゃあそれは今からざっとどのくらい前？もう2年、2、3年前ぐらいかな。そうなんだ。うん、それで、あ、じゃあもう行ってみようということで。その時はちなみにあんまり銭湯っていう 文化というか、銭湯にあんま行ってなかったの。そうだね、そのたまになんかの付き合いで行くかなぐらい、うん、そうそうそう、もともと金沢の時とか全然、ね、スーパー銭湯しか行ってないから。スーパー銭湯、そうそうそう、スーパー銭湯しか行ってないから。その私やっぱ東京来てからだよね、まず、ね、そういう銭湯があるんだって普通のね。そうそうそう、その中で小杉湯っていうのを知っていったのが最初、口コミで、うん、そう、うん、聞いて、うん、そしてその小杉湯には、うん、その交互浴使いといってね、うん、交互浴の仕方、やり方っていうのが買ってあるわけですよ、ね、小杉湯の中に。交互浴使い、ちなみに図解の図解ね、使い方の使いじゃないですね。そう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 、図解ね、図解の図解なんですけど、図解の塔に、そう、交互浴やったことないんだけど、なんなん？マジ？でしょ？意外とないのよ。そう。そう。リスナーが、おい副代表。で、ないのよね。だから俺がでも銭湯ハマったきっかけっていうのが、これをまず見て知らないわけ最初。うん、何なんだ交互浴とはと、うん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 。知りもしないわけ。で、まあとりあえずこう。うん、書いてあるわけだから、この銭湯ってそれしか今伝えられないんですよ。その熱い風呂と水風呂を繰り返すとにかく書いてあるわけ。そう、しかも、ね、まあその7回やれと、7セットやれと書いてあるわけ。謎の7っていうね。そうそうそう、うん、で、なんか、熱いのを1分、うん、冷たいのを1分、そうそう、1分を7回繰り返せと書いてあるわけよ、うん、もう言われたことやる人だからとりあえず、うんうんうん、言われたらもうそれは素直にやろうと思ってそれをやったら、うん、
まあ気持ちいい。出来上がるんですよ。そう、出来上がるんですか。体が出来上がります、うん、これはこれ以上説明しない。出来上がります。なるほど。まあそれをよ、業界用語で言うと整うっていう言い方を。業界なのそれ。そうなんですよ、ね、整うって言うんですよそれを。そう、そう。で、この戦闘図解にも初心者コースっていうのがまず書いてあって、うん、それはもう整いと 30% なの。整いと 30%、 まあまずはっていうね。そう、ああ、まず 30% の人はまず熱湯を、まあ、ゆっくり熱いお湯が入った後に水風呂に、まあ、手と足だけまず使ってる、うん、もうまず水風呂、私怖い寒いっていう人がいるから、そんな人にはもうまず肩までつかなくていいから、うんうんうん、手と足だけ使って、でそっから出たら、まあ、次の、まあ、ここだとミルク風呂に例えばね、小杉の場合行って、それを繰り返すと。そうそうそう、いうのがまず初心者なんです。なるほどね、まあ、ちなみに全部体とか洗ってからね。そうそうそう、とかしてからの話ね、うん、これは。これが初心者で、そっから次 60% 整いで 60% は、うん、もう熱いお湯入った後に今度はゆっくりこの肩までも水風呂に浸かるわけ。うん、頑張るよね。そうやっぱね、で 60% 頑張る。そうで、その後まあまあメリットが入るんだけど、でこれが 60%、うん、で 90% になるともう熱いのをもう限界まで入って、うん、で水風呂をまあ 1、2 分うん、入って、こっから休憩っていうのをやるわけ。休憩、上級者は。すごいね、これがね、制度。この休憩はね、俺も最近この良さは分かったんだけど、うん、いるのよね、やってる人ちゃんと、うん、これはもうサウナでいう外気浴に該当するわけです。これはその休憩をすることで、もうふわーってなるわけ、この時。もうなんか擬音でしか伝わらない。あーってもう。でもね、本当これはね、なんともね、体験してみないとわからないってとこかもしれない。そう、目をつむって浴室の音に耳を澄ますっていうね、うん、これが 90%。 すごいですね。でも最終的なやつが宇宙コースといって、整いの無限大っていうのがあって、それはもう水風呂にも、まあ、ゆっくりまあ浸かるんだけども、うんうん、そうするともう宇宙にいるかのような気分になると。のぼせてるのではないですね。違います。違うんです。整ってる。のぼせてはいない。整ってる。なるほど、業界用語ですね。そうそうそう。で、これがまあ最高の状態、で、この間小杉湯さんではまあ、宇宙兄弟とのコラボレーションで、ね、ョンあれ、もしやその宇宙とかかってるんそうだと。そうでもない思われる。なるほどね。それはまだ未確認ですが、ここの宇宙コースからやっぱ宇宙兄弟と結びついたんじゃない。これはね、ぜひ円屋さんにも聞きたい。円屋さんっていうのはあれですね、はい、あの銭湯の絵を描いてる。そうなんです。まず最近いろんなところで見るよね、円屋さんの絵は。まずこの交互浴使いの絵を描いてるのが円屋さんなんです、これ。ね、かわいいね、このなんとも水彩画っていうんですか。そう、うん、で円屋さんっていうのはどういう人かっていうと、もともと設計事務所で働いてた人、うん、でこういうまあ設計の図面とかをずっと描いてた人で、ヤギ指調べです。そうです、そうです。でまあそれで小杉湯のバンダイで働いてる。バンダイ建てる。そう、やば、うん、おそらく、うん、最後の後片付けとかもやってるよね。やってると思うね。そうなんだ、うん、そう。でその人がやってるのが銭湯使いって言って、その銭湯のいろんなところにある銭湯を、まあ、その設計で時に生かした技術を生かして絵にするっていう。そう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 。あの絵がね、また可愛らしくてね。そう、そう、それをやってるのも小杉湯さん、うん、発祥というかスタートだよね、うん、そうそうそう。小杉湯さんから始まって、うん、今ではあれだよね、いろんな小杉湯、小杉じゃない、いろんな小杉湯ってなんだ、いろんな銭湯。そうそうそう。いろんな銭湯の絵描いてるよね。僕がよく行く吉野湯でもね、うん、皆さんの絵が飾ってあったり。そうそうそう、大体すごいね、見たことがあるなって、うん、一応宣伝お屋さんのためにしとくと、もう来年1月に本が出るから。え、銭湯使い本っていう。ああ、そうなんだ。ついに本になりますよ、あれが。それがもう何ページかにも。そうそうそう、すごい。ちなみに私が先ほど第1回の時に好きな銭湯にあげた、うん、萩の湯では、うん、その炭酸泉っていうところがあるんだけど、そこには、うん、あのこの円屋さんのこれまでの作品が飾ってあるの。へえ、そうなんだ。そこにも多分20ぐらい貼ってあって。展示会なの。いや、もうお風呂の中だよ。
風呂の中に、そうそう、すごい風呂の中に貼ってあるの、ずらーっと。まあ炭酸泉っていうのはゆっくり入るお風呂だから、そう、だいたい10分から15分ぐらい入るのがいいんだけど、そこをゆっくり入りながらこう、こうあの銭湯いいねとかっていう話ができるわけ。でまあこの銭湯行ってみたいな。そうそう、なるほどね。だから あんまり銭湯行かないなって人はまずこの銭湯使いを見て、それはもう円屋さんの行きつけのおすすめ銭湯ばっかりを書いてるから、ぜひそこに、そこを目当てに行くっていうのもいいと思う。もうすごいね、あさて、もう銭湯業界のあらゆるおじいちゃんから愛されるべき、もう全員の魔法みたいな感じになってんのかな。そう、かわいいしね、また20代だと思うね、まだ、幅広いですね、20代かも。話の途中ですが、今回はここまで。どうでしたか？YouTube、ヤギの湯チャンネルをぜひチャンネル登録してください。登録してください。お願いします。Twitter、Instagram もやっているのでフォローお願いします。お願いします。お願いします。それでは、皆さん良い銭湯ライフを。Have a good 銭湯！ありがとう。ヤギの湯。